はい、こんにちは、ニャンタヌ工房です。今回制作するのはこちら、コドブキアヘキサギアバルクアームアルパです。これはコドブキアさんから発売されているキットのジャンルの一つであるヘキサギアシリーズの、キットブロックというキットとなります。ちなみにこのバルクアームアルパは設定では第2世代のヘキサギアギアということになっております。それでは早速パッケージを見ていきましょう。まずこのような武骨なロボット、これがバルクアームアルパですね。自分ずっとこのアルファ、バルクアームアルファだと思っていたんですけど、アルパなんですね。知りませんでした。で、パッケージアートに戻りますけれども、このパッケージアート地味にダメージ表現がされているんですね。ここへ爪のような傷跡、そしてここを一部装甲、こことここがちょっと装甲が剥がれて中のメカがちょっとだけむき出しになっております。どんな修羅場をくぐってきたんでしょうかね。それでは他の面も見ていきましょう。これがバルクアームアルパですね。で、頭部パーツは2つ付属するそうです。で、腕のユニットが簡易マニピュレーターと普通のマニピュレーターで、ウェポン、ちょっとごついウェポンがついております。で、このヘキサギアシリーズはガバナーと呼ばれる別売りのパイロットを乗せることができるようになっております。パーツ構成はこんな感じですね。で、アーカイブカードが付属していて、これはカスタマイズですね。これ何でしたっけ、アームドブレイカーでしたっけね。確かラピッドレイダーとセットになってたりするやつでしたね。自分も確か持ってたと思うんですけどね。そのうちもう一個買ってレビューしてもいいかもしれません。はい、それではこれを制作するとこうなります。じゃん、はい、完成しました。バルクアームアルパです。非常に武骨な形となっております。ちなみにこれがアーカイブカードです。手前にこれ敵なんですかね、味方なんですかね、兵士が撃てて、ガバナーが映っていて、奥に迷彩のバルクアームアルパが映ってますね。砂漠戦ですかね、これは。相変わらずこのアーカイブカードは集めがいがありますね。はい、それではちょっと正面、横、後ろ、非常に武骨なロボットとなっております。それでは可動範囲を見ていきましょう。まずちょっと見えにくいですけど、頭ちょっと奥まってるんですよね。で、軸接続で左右で、上が多少ないと思うなら上向けますね。下は向けませんけど、がっつり顔が入っちゃってますね。で、肩、ここでこんな感じで前に出すことができます。で、肩アーマーがこのように稼働して、腕は
これだけ上がりますね。十分ですね。で、ロールがあって、よ、これも十分曲がりますね。で、腰可動があって、あ、手忘れてましたね。ではこのように手首動かすことです。で、ロールがあって親指とこう動かすことができます。あ、そうそう、ちなみにここはあのクリアパーツがこれ入るんですが、ちょっと後々塗装を考えていますので、ちょっとはめたら抜けなくなるので、はめておりません。で、足開脚、まあこのくらいかな。で、後ろはこれだけいって、まあリアアーマーとかないですから、ね、で、前がこれだけいきますね。で、太もものロールが入っていって、まああんまし回しすぎると今みたいにちょっと外れてしまいます。で、膝がこんだけ曲がって、足首こうでこうで、あとつま先もこのように動くので、ちょっと踏ん張ったポーズができますので、こうで、ここの先っぽのパーツもこう動きますので、爪パーツというかな。で、かかとのこれも動くことができます。はい、付属品の紹介をしていきます。このバルクアームアルパ、余剰パーツというか、いつもならあの大量にジョイントパーツとかを付属しているんですが、このキットに関してはほとんどありません。まずこれ、ここの胴体のところに入っているパーツなんですけど、これに変えることによって5ミリ径のジョイントに変更することができます。そしてジョイントパーツ、この2つしか付属しておりません。で、簡易マニピュレーターが2つで、先ほども言いました通り、今クリアパーツつけていませんので、クリアパーツが1つで、頭部、今入っているのと別の頭部ですね。で、手法と、ドッキングハンガーですね。これだけの武器となっております。それではちょっとドッキングハンガーをと手法バルクアームにつけていきましょう。ここの接続ジョイントをここに刺します。で、こことここをこのここへ装着すれば、こんな感じで手法を装備したバルクアームとなります。こういう手法はかっこいいですね。で、手法のギミックをご紹介します。まず腕をこう任意の角度まで持ってきて、ドッキングハンガー、ここをスライドするようになっている、ここまで持ってきます。で、
これをウィーンと曲げて、こことここを接続します。でこれをよいしょ前に持ってくれば、これで攻撃形態の完成ですね。攻撃形態というか、まあ手法を使う時の形態ですね。ちなみにここよいしょ断層が抜けるようになっていて、ここへ玉のモールドが入っております。この手法の割にはなんか玉が小さいような気がしますけど、気のせいですかね。じゃあちょっとコクビタハッチを開いていってみましょう。まずこれを軽く上げて、でこれをニューンと後ろへ回します。そしてこれを開けばコクピットハッチ開放状態となります。よっ、中はこんな感じですね。結構広い。倒れた。ガバナを乗せるとこんな感じですね。アリーガバナのちょっと老兵ガバナに乗ってもらいました。当然このように ハッチを閉めることができます。それでは大きさ比較やっていきましょう。まずは同じ二足ヘキサギアのバルクアームグランツと、同じバルクアームの名前の割には全然形違いますね。ほんと一緒のところないんじゃないのっていうぐらい全くの別物ですね。まあコクピットハッチの開閉の仕方からも違いますからね。グランツはこれを上げて、高眼コクピットの開閉ギミックでしたけど、バルクアームはこうでこうですからね。全然コクピットの開閉の仕方も違います。でやっぱりグランツよりもバルカラムアルパの方がコクピットは広いですね。グランツ乗らないとな。時間がない。こんな感じですね、グランツのこういうヒロイックな形もいいですけど、アルパのこの武骨な感じっていうのも非常にかっこいいですね。ジュピターブガンダムと比較するとこんな感じですね、若干アルパの方が大きいですね。マスターグレードバルバトスと比較するとこんな感じですね。やっぱり MG の方が
大きいですね。バルキランダーと比べるとこんな感じですね。大人と子供のサイズですね。で、現在改造中のパンツァーインパルスと比べるとこんな感じですね。それではポージング行ってみましょう。まずは立ち姿。立ち姿、どっしりとしていいですね、これは。頭部パーツを変えてもこっち見たら全然頭部パーツ変わってもよくわかりませんね。ちなみに最初ついていた頭部パーツはこうなってます。クリアパーツですね。で、今つけた頭部パーツよ、コンソールのパーツが接着推奨になっているので、ここは接着しないと非常に取れやすいです。このようにここ軸となっております。で、今つけていた頭部パーツはこれですね。スリット式の目って言えばいいんですかね。これはここまあ塗るなりラピーテープ貼るなりしたら結構かっこよさそうですね。で、膠着形態というか、まあコクピットに乗る時のポーズですね。ここの肩が動くのでこういうポーズが非常に取りやすいです。というかアルパー角が優秀なので普通に膝立ちできますね。ちなみにこんな感じで元の位置に戻すことができます。それでは次ちょっと下院マニピュレーター使ってみましょう。これをここに穴があるので刺します。まあ上下2つあるのでどっちにつけてもいいですね。そうするとガバナーが持つような武器をこのように、まあ武器とかこういうショベルを持たすことができるようになります。というかこの巨体でこのシャベル使ってたらかなり滑稽な感じですけどね。パンチング難なく決まりますね。というかこんなごっついメカに殴られたらひとたまりもない気がしますね。手法を構えてみたポーズ、やっぱりちょっと顔が見えないのがちょっと残念ですね。ここの高さがあるから頭がすっぽり出てくれないんですよね。それでもやっぱりかっこいいですね。まあ多分このドッキングハンガー装備させたらここを外しても問題ないと思うんですけどね。断層はこの中に組み込まれているので、そうしないと動きがかなり制限されますからね。で、多分攻撃するときは足のこの爪もこういうふうに下ろせば反動に耐えられるみたいな感じじゃないんでしょうかね。
当に顔が見えないな。本当にちょっと顔が奥にあるのがちょっと残念ですね。でも非常にまとまりのいい機体ですね。まあ全体的に色を塗らなくても各種にあのシリンダーのパーツが付いているので、これだけでも塗り分けたらかなりかっこよくなると思います。まあこれはキットブロックなので、組み替えて遊ぶこともできますが、まあ自分はそんなにまだパーツがないので、あとこの単体のかっこよさっていうのが自分好きなので、まあ この状態に武器とかを持ったり、まあ色を変えたりっていうのが、うん、自分の主な遊び方になりそうですね。あとはディテール加えたりっていう感じですね。まあ遊び方は人それぞれなので、自分に合った遊び方をすればいいと思います。ということで、今回の動画はヘキサギアバルクアームアルパのご紹介でした。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。にゃん太のコウポでした。